は竹下敦です、本日、東京お茶の水にございます、黒沢楽器ドクターサウンドに、こちら、ブルガリアオルフェイスバレーギターズですね、持ち込みまして調整をお願いいたしました。やはり湿度の関係なのか、ネックがねちょっと反ってしまいまして、全体的に弦高が下がってしまいました。そこでですね、スタッフの方にお願いをして、このね駒の部分の調整をお願いいたしました。で、非常にいい音色になりました。僕の場合はね、A イコール 395Hz でチューニングしますので、まあ、若干柔らかいね音色になります。ちなみに415がバロックチューニングといいまして、まあ、395ですと、そうですね、なんと呼ぶんでしょうね、ジョン・レノンさんなんかが使ってるのは 432Hz、 まあ、ソルフェジオ周波数ですね。まあそれにしても本当にドクターサウンドさん、使われることを禁じられた遊びの前半部分を弾いてみたいと思います。それでは聴いてください。美しい音色になっております。はい、このギターですね、ブルガニアのギターなんですが、とっても華やかでね、音がパーッとこう広がる感じの音色なんですね。私の、飼っている大切な猫の、ウリクにとてもね色が似ているので、オルフェイスバレーギターズウリ君と呼んでいます。はい、こちらの方にテロップ出るかな、クラシックギターお買い上げの際はね、ぜひ、黒沢楽器ドクターサンドでお求めください。1年間のね、メンテナンス、そして弦交換は有料なのかな。はい、でもねとっても親切に丁寧に、いろいろなね楽器のメンテナンス、そしてネックが反った場合なんかね、アイロンという熱をかけて反りを取ったりするね、そういった作業もしてくださいますので、ぜひご購入の際はね、黒沢楽器ドクターサンドでお買い求めくださいませ。それでは竹下敦がお送りいたしました。